え、俺だけ？せっかく来たんだから一緒に撮ろうよ。しょうがねえな。じゃあ、俺の今週のポーズ、面白ポーズ、見とけよ。お前もなかなかやるな。頑張るよ。どう？俺の今週のポーズ。そっか。まあ、後で俺の肉まん食う姿、超面白い肉まん食う姿見とけよ。これよったよ。じゃあ見とけよ。買ってくるから。美味しい。いや、ごちゃごちゃ。そうですね。2個買ってきて。最高の回ですね、これはね。これも先ほどタモさんおっしゃっていただいたところで、サイズがちょっとさっきの差し入れちょうどいいんですよ。昼時のなんかそのおかずにいいぐらいな感じなんで、差し入れても皆さん。あの普通の中華街の高いじゃないですか。もうあれ1個でお腹いっぱいになっちゃうんですよね。あれと比べると食べやすいんですよ。値段がまたちょうどよくて超面白い。あれ中華街、中華街になりますね。はい、そして2人は気になるお店を発見。ここ、おー